こんにちは。ゆうがお届けするミュージックカフェゆずタイムの時間です。この番組は毎月第2第4日曜日朝9時から、再放送は午後1時から、京都電工株式会社の協力でお送りします。素敵なゲストさんおすすめの音楽とお話をどうぞお楽しみください。なおこの放送はパソコン、iPad、スマートフォンでもお聞きいただけます。さて本日は滋賀大学経済学部特任准教授、走る税理士さん有田幸男さんにお越しいただきました。そして奥様の孝子さんにもお越しいただいています。有田さん、こんにちは。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 ではまず自己紹介をご主人の方からどうぞ。はい、走る税理士さんということになっております。税理士の有田です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。妻の孝子です。よろしくお願いします。孝子さんは突然今日ね一緒に来てくださったので、はい、ぜひということでヘッドホンをつけていただきました。はい、今日の番組タイトルなんですけれども、インパクトありましたね。そうですか。はい、47都道府県でフルマラソンを走ってみた、びっくりマークということなんですけれども、このそもそものきっかけっていうのは、走ってみようと思われた。そうですね、マラソンを走ること自体は30年ぐらいやってるんですね。はい、で、今から 4,5 年前ですかね。はい、突然ですね、あれ僕どれぐらいマラソン走ったんかなと思って考えてみたらですね、20いくつ走ってたんです。はい、で、あ、それやったらこのまま行ったらマラソン全都道府県完走できるの違うかなと思って、はい、ここ 4,5 年ちょっと頑張って走ってみたというところですね。全部で94回まであるマラソン歴のリストをいただいてるんですけれども、はい、第1回目が1983年ホノルルマラソンということで、はい、47都道府県を目指そうと思われたのが第60回目、2007年湘南国際マラソンということですね。はいはい、ここまでの、2半分ぐらい行かれてたんですか、2007年まで。そうですね、大体、はっきりした記憶はないですけれど25、6は行ってたと思いますね。はい、じゃあここから随分ハイペースで47都道府県を目指して走られたっていうことですね。はい、結局、時間とお金との問題になるんで、はい、ちょっとこの辺りから余裕が出てきたかなっていうところもありますよね、正直言いますと。なんか47都道府県でフルマラソンがあること自体私にはびっくりだったんですけれども、はい、そんなにあるものなんですね。実はね、はい、ないんですよ、正確に言いますと。はい、個人がやっているものとか、はい、それから、総遊会って僕らは言うんですけれど、はい、地域の、走る人の集まりとかがやっているようなものしかないような県も実はあります。はい、で、三重県とか佐賀県がまさにそういうような県になってきますし、はい、今現在何もないような県もあります。あ、そうですか。はい、47都道府県目を達成されたのが今年の2月。はい、総社厳しマラソンというマラソンです。いや、その一つ手前の、はい、佐賀県になります。あ、そうですか。はい、あ、はいはい、その次の岡山県まで走られているということですね。はい、はい、ではそろそろ1曲目のご紹介をお願いしたいと思うんですけれども、曲のタイトルは炎のランナーのテーマですね。はい、どうぞ。この曲を1曲目に選んでいただいた理由っていうか、はい、そのポイントは。そうですね、はい、私がマラソン大会に出る時の、はい、会場で流れてた曲っていう感じですかね。はい、でだからこの曲を聴くとですね、はい、もうなんか胸が熱くなってきて、はい、もう本当に感激で、涙が溢れるような感じがしてきますよね。はい、その情景と曲がリンクする、スタートするぞっていう気持ちと、はい、っていうことでしょうか。はい、面白いことを聞いたんですけれども、もう一つのバージョンでスタートの時に聴いてた曲があるそうですが、松村和子さんという、はい、演歌歌手の方が歌っている帰ってこいよという歌があるんですけれど、はいはい、
それが流れて三味線の音がダンダンとなるんですよね。でこれはちょっとベタな本当にあの感じなんですけど、こんな大会もあったねっていうとこですね。はい、ちょっとスタイリッシュな大会なんでしょうかね、炎のランナーのテーマは。そうですね、その方がちょっとかっこいいかなっていうとこですね。次もあの思い出深い曲だそうですけれども、次の曲はどんな曲でしょう。あの YMCA という、まあ、あの皆さんご存知の曲なんですけれど、はい、これあの那覇マラソンという、まあ、大会がありまして、はい、でそれぞれ大体6キロか7キロぐらいの地点のところで、はい、大音量でこれが流れてるんですね、はい、で、YMCA でいう時にですね、ランナーがみんなあの例の振りをするわけです、はい、で、まあ、壮観ですよねこれ、はいはい、では YMCA どうぞ。さあ立ち上がれよ夢、今途切れそうぜ夢、もう悩むことはないだから夢、ほら抜けるだろう夢、君の行く先に夢、楽しめることがあるんだから、素晴らしい YMCA YMCA 憂鬱など吹き飛ばして、君も元気出せよ、そうそう YMCA YMCA 若いうちはやりたいこと何でもできるのさ、奥様の高子さん、今ね YMCA のフリをしてくださってたんですけども、一緒に走られてたこともあるんですよね。そうです、前はあのちょっとリウマチになるまでは私もフルマラソンを何度か走りました、はい、あのとっても仲の良いご夫婦で、あのブログにも奥様も登場されております、うん、ブログのタイトルを有田さんちょっと教えていただけますか、はい、あの今日もルッキンググッドというタイトルで書いています。だいたいマラソンの話ばっかりですね、はい、あの今はあのこの間行かれたヨーロッパの、ね、旅行記も見ることができます。次の曲ですけれども、これはシルビー・バルタンの、はい、この曲はタイトルはあなたのトリッコという曲ですね、はい、あのマラソン走ってる時大体あの中間ぐらいまではですね、はい、あのほとんどこう無になってるわけですね、うんうん、でその時に頭の中で音楽が鳴ってるともうすぐ調子がいいんですよ、はいはい、であの私この曲が好きなんで、はい、この曲鳴ってる時はなんかこう気持ちが浮き立つような感じで、うん、あの走れますよね、うん、そういう曲ですね。これはあの頭の中っていうのは悩み事も何もじゃあ忘れちゃうんですね。もうそうですね、何も考えてないですよね、うん、だからこれ本当にあの体にいいなと思うのはそういう時ですよね。そうですね、はい、この100回近く走られてる間ずっとそういうねあの無になる状態を経験されてるわけですもんね、はいはい、ではシルビーバルタンのあなたの虜。納税者のために私たちの専門知識をお役に立てたい、有田税理士事務所は、お電話番号 075-451-5178、 ホームページもあります。有田さん、あのこれから
もっとどっか走ってみたいとか夢がありますか？そうですね、もう夢はいっぱいあるんですけれど、はい、とりあえず、6月にですね、はい、沖ノ島で100キロマラソンがあるんで、はい、これに出てやろうと思ってます。100キロってすごいですね。そうですね、だいたい十何時間走るということになりますから。おー、なんか対策立てておられますか？対策はないですけど、とにかくまあ気力あるのみですよね、これは。奥様も一緒にいらっしゃるんでしょうか？はい、今回は友人の方がなんかついていくって言ってますん で、 です、はい、私はまた別のまた観光にいいところについていきます。あ、そうですか。はい、はい、ブログですね、今日もルッキンググッド走るをテーマのブログがあるそうです。皆様今日からもうすぐ覗いていただいたらいっぱい読めますよね。そうですね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。というところです。はい、はい、本日は滋賀大学経済学部特任准教授、走る税理士さん有田幸男さんをお迎えし、47都道府県でフルマラソンを走ってみたというタイトルでお送りしました。有田幸男さん、高子さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ラジオカフェホームページからゆずタイムの番組ブログもぜひご覧ください。お相手はゆうでした。